島競馬場第一レースは七夕賞、体勢整いスタートしました。人気のロシュフォール、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。外からピンクの帽子マルカーズアッポギ出てまいります。カミノフランケルが行きました。その後ろにはブラックスピネル、一馬審査でソウルインパクト、パッサイバー、ベルカニオン、続いて差がなくスポロングタイタン、外から差がなく緑の帽子カフェブリップ。各馬1コーナーを回ってこれから向こう正面へと展開します。そしてここにいましたゼッケン13番、注目のロシュフォール、どういった競馬を見せてくれるのでしょうか。フレッシュエンドラブ、その内を通ります。続いて差がなくアウトライアーズ、ぴったりと内を回ってウィンテンダです。外からロードバンドール、57キロのミッキースワロー、トップハンデバが行っています。前半の 1000m を通過しました。59秒台。その外にクリノヤマコノオ、続いてゴールドサーベラス、最後方からエンフィニア、先頭からしんがりまではおよそ20馬身。レースはかなり高長の展開となっています。火花を散らす16頭、鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。依然として先頭はマルカーズアッポギ、リードは5馬身これを追って2番手にカニノフランケル、中からカフェブリンツ、ロシュフォール、動いた、残り400を切った、フレッシュエンドラブ、差を詰めてきた。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。ロシュフォール早くも先頭を捉える勢い、ブラックスピネル、カニノフランケル、2頭の争い、ブラックスピネル外から並びかける、先頭はロシュフォール、内からブラックスピネル、ロシュフォール、今ゴールイン、勝ったのはロシュフォール、続いてブラックスピネル、3着にはフレッシュエンドラブ。勝ちタイムは1分58秒1、勝ったのはロシュフォール。